ベイスターズリードで迎える8回です。次が2球目、この球は外れています。ボール先行です。アウトコースへのカーブはボールです。ストライクが入りません。次が4球目、ここは1球見ました。インサイド落ちました。これはどうだ、取った、一塁送球アウト。ここは送球が間に合っています。バッターボックスには代打の栗山。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。初球変化球は空振りです。引っ張った、オースティン、アウト、ツーアウト。8番バッター古賀、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席はいい当たりでしたから、タイミングは合ってると思いますね。ここは慎重に行った方がいいですね。そうですか。ツーアウトランナーありません。ナイスコースですよね。はい、外のストレートがストライク、154キロ。さあ3球目は何か、インコースへの変化球、ストライクです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか、引っ張った、よく取った、一塁へ、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。そうですね、バッターは打った瞬間に抜けたと思ったでしょうからね。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。8回の裏、ライオンズに選手の交代がありました。8回の裏、ライオンズに選手の交代がありました。レフトのコルドウェル。8回の裏に入りました。ベイスターズの攻撃、バッターボックスは8番西浦。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。そうですね。ベイスターズリードで迎える8回の攻撃です。赤星さん、点差がありますんで、ここは自由に打たせるということになるでしょうか。まあ当然そうなってきますよね。ただ長打というよりは塁に出ることが優先になるとは思いますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。高めのボール球振っていきました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、ワンアウトです。打席には9番バッター西牧。前田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。ボールカウントはノーボールワンストライクです。2球目打ちました。掴んでツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター渡来、
先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ツーアウトになっています。さてバッターの渡来、どういうバッターなんでしょうか。逆方向ポール際のライナーが切れずに入ってしまう、そういう怖さのあるバッターですね。そうですか。次が3球目。低めのボール入りました。打ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー二塁。初球は何で来るか、微妙なところを攻めてきます。ストライクです。2球目は何で来るか、打ち上げました。この打球はフライになっています。掴んで3アウト、追加点は与えませんでした。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。8回終わって3対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。これから9回、ライオンズは代打を送ります。バッターボックスには代打の平沼。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。初球ボール、胸元へ持ってきました。ストライクです。切れてますよね。アウトコース際どいところ、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。これが4球目。引っ張った、これは一二塁間を破る、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ点差を詰められたくない場面ですが、ノーアウトのランナーを許しています。バッターは源田。ここはエンドランも考えられるんで、ランナーのケアは必要ですよね。さあランナーをどう生かしてくるか。まずはアウトコース。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取る。ファーストラン、ヒットエンドラン、ショートの横抜けた。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスにはヒルマ入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。まあこのピンチを切り抜ければ勝利が待っているわけですから、ピッチャーは踏ん張りどころですね。なるほど、そうですよね。ボテボテのショートゴロ、取った、二塁へ送球、二塁アウト、際どいタイミングも一塁はセーフ。よく走りました。ここからの組み立てでしょうね。まあまだ気は抜けませんから、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですよね。さあこの場面で打席には3番のコルドウェル入っています。ここはできれば三振を取ると。外のボール打った、ワンバウンドヒットになりました。ホームへ、サードランナーがホームに帰ってきました。ライオンズ1点返しました。3対1、ベイスターズなおも二塁一塁のピンチ。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれて点差が縮まります。踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。これで2点差に変わっています。
ッターボックスには4番アギーラ。ベイスターズこの回1点を返されています。さあリードを2点まで迫られ、なおも得点圏にランナーを背負った場面。さあここはしっかり抑えておきたいところ。小宮山さん、長打を防ぐにはどうい、外のボール打っていった、ショートフライ掴んでアウト、ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそして打席にはブランドン入っています。さあツーアウトながらピンチは続きます。まあここをビシッと締めて相手に勝機を与えないピッチングを見せてほしいですね。なるほど、そうですね。低め、これは外れた。牽制します、二塁タッチもセーフ。高めのボール打った、さあいいところに飛んでいる、ワンバウンドヒットになった、二塁ランナー三塁も回った、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、ライオンズ1点返しました。3対2になりました。ベイスターズさらに三塁二塁のピンチが続きます。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれて点差が縮まります。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。ここで1点差まで詰め寄られました。ベイスターズここでピッチャーが変わります。一打逆転の場面でマウンドに上がったのは上茶谷。ここでしっかり食い止めたいですよね。まあ、勝負強いバッターを迎えてますから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね。さあ気をつけていきたい外崎がバッターボックスです。いやー、まさにコーナーギリギリですよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク、すぐに追い込みました。3球目は何で来るか、ファウルボールです。さあ4球目は何か、外のボール打った、このフライはヒットになりそうだ、最後は外野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了です。一打逆転のピンチでしたが見事守りきりました。 DeNA ベイスターズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で逃げ切りました。見事でした。そうですね、まあ、戦い方とすると、まあ、こういう形でという、そういう感じの展開になりましたよね。そのあたり監督の采配もズバリはまりました。勝った DeNA ベイスターズ、接戦をものにしました。一方のライオンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。